イン t e r FM eight nine seven Music is Music. 馬場康です。牧村健一です。三島豊明です。二百四十七回目の Music is Music. 日本のシティポップと呼ばれる音楽がどのように生まれ、どういう歴史をたどってきたのか、音楽プロデューサーの牧村健一さんと一緒に探っていきます。今日のテーマは千九百七十九年。まずは一曲お聴きください。竹内マリア千九百七十九年のアルバムオンザユニバーシティストリートから Dream of You。 レモンライムの青い風。はい、今日のテーマ1979年ですけども、これはまさに牧村さんのお仕事。はい。えっ、ー、と僕は78年ぐらいまでレコードの仕事でプロデューサークレジットって望まなかったんですね。うんうん、まあ実質的に似たようなことやってましたけど、はい。プロデューサーっていうのは特別な存在だと思ったんです。うんうん、ただ竹内まりやのデビューからえっ、ー、と自ら えと解禁したというかうん、うん、もうプロデューサーをやっていこうというのは、うん、当時はあの僕がずっと70年代支持してきた、えー、たくさんの有能な人たち、えー、例えば加藤さん細野さん大滝さん山下君ん、うん、こういう人たちが失礼ながら不遇の時代だったんですね。 あのやっぱり歌謡曲側にはヒットメーカーがたくさんいるんだけれども、うん、我々の側からはそういうヒットが生まれなかった、うん、我々の世界が作る音楽をきちっと歌えるシーンガー欲しいなあと思って頭の中で欲しい声が聞こえたんですけども、うん、なかなか出会えなかったんですが。 ある日カセットテープの中から聞こえてきた声が竹内まりやだったっていうことですね。という意味で言えば、まあ、牧村さんの中ではシティ・ポップシティ・ミュージックと言われるものがやっとできたみたいな感じはあるんですかこの、まあ、当時シティ・ポップという言葉はなかったんですねニ、うん、ニュュュュージック、えーーーミミジジッッククやっとこう見えたいいうそういうそ時が79年ですね。 The s, 1979年アルバム「THEB52」から「ロックロブスターはい今日のテーマは79年なんですけれども、えー、先ほどは牧村さんのお仕事を竹内まりやさんを聞きましたが私増山はですね76年ぐらいから割とアメリカと日本を行き来するようになって、まあ、兄が住んでたりした体制もあって、はい、78年ぐらいから ニューヨーヨクにも行くようなったんです、ね、西海岸じゃなくてでレコード屋さん行くじゃないですかそうすると、はい、なんか今までと違うような感じのアーティストがわーっと出てきててもちろんイーグルスだとかロード・スチュアートみたいなのも流行ってましたけど、はい、なんかそういうのを聞くとすごいいいんですよねで簡単に言っちゃうとやっぱりパンクのすごく衝撃っていうのはアメリカヨーロッパ大きくてでもそれは割と波がわーっててすぐ引いちゃうみたいな感じで。<laughs> そういうい感じだったんです,かです、ね、やっぱピストルズ77年なんで、えー、もう78年ぐらいいないですから、えー、でそれを聞いて自分たちの音楽を始めようみたいな人若い人が出てきてそれが形になったのは79年ぐらいのイメージなんですよ。あの日本の場合は需要が一色たんでパンクもニューウェーブもテクノって言われるものも。 ほとんどごっっっちゃいなってこう入って入きた感じ、うん、あるいは種別がわからないっていうかなんか適当に人によっては表現が違っててうん、うん、ちょっと乱暴に言いますけど日本は戦前は洋楽はみんなジャズって言ってたみたいなあそ,れいそれぐらいの乱暴なまとめ方ですよね。えー、エルビス・コステロディアスコテアトラクションズ1979年のアルバム「Armed Forces」からオリバーズアーミー「Oliver's Army」。 はいこれも私増山の選挙区ですが先ほどの B52 がアメリカ、えー、そしてこのエルビス・コステルはイギリスということでちょっとバランスをとって選挙区してみたんですが、まあ、ポリースもねこの頃から出てくるしです、ね、やっぱりイギリスの方がいいろんんな意味で早いんで早すよねあの共通の知人で浅田博さん,うん、うん、浅田さんはあのカントリーから始まってフォークやって。 いわゆる呼び屋さんっていう仕事もやってる時は、うん、ジャクソン・ブラン含めてシンガーソングライター系統が多かった、うん、ところがこの79年前後からは、うん、そのニューウェーブと呼ばれている人たち、うん、それこそコステロを日本に呼んでいるし何、うん、かあのガラッと海外の音楽が変わったという印象はありましたね。うん はいその頃私はまあニューヨークとかによく行ってたんですけども買うアルバム買うアルバムが「トーキングヘッズ」とか「ディーボ」とかみんな面白くて、はい、なんかもう古い音楽とか完全に忘れて髪をバッサリ切りましたそれまではなかったんですかもうイーグルスですからおお<ー> <laughs> ひげはどうでしたひげはやしいたはい「<laughs> プラスチックス」1980年のデビューアルバムから「トップシークレット・マン」 はい、今日のテーマは79年なんですが「プラスチックス」は実はラフトレードから79年にシングルでデビューしてるんですよね。はい、そで,ねでそれのきっかけになったのがさっきちょっとかけた B52 との共演だったりもするということで,で、ね、やっぱり当時は加藤和彦さんが、えー、いて作曲家としての加藤さんもいるし。 チーム組んでた時の加藤和彦さんがいたんですけど、プラスチックスはね、すごくやりたくてやりたくて、あの年中この話になりましたよ。うんうん、で私はまあニューヨークも行ってましたけど、東京でもこう,いうプラスチックスが出てきたりそれこそまあヒカシューとかね、ピーモデルとか面白いバンドがいっぱい出てきたなと思って、それまで日本のラバンドのライブってあまり行かなかったんですけど、79年の夏に新宿ロフトでドライブトゥエイティーズっていう パンクニューフェーブのバンドの集まった何日間のコンサートと結構行きましたもん。いややっぱり79年はあの短い間の中でね、うんうん、やはり熟していくんですね。うんうん、今日特集を組んでるっていうのもきっとそういう意味合いだと思うんですけどね、うん。そして先ほどちらっと言いましたけど、日本と海外の垣根が低くなったっていうのはやっぱこ大きな流れがあって。 円高が進んだんだですよね360円から300円ぐらいになって、うん、78年に一時180円とかになってるんですけど200円ぐらいだいたいそうですねそうすると3万円だったものが2万円で買えるっていう半値ですよね、うん、三島豊明の A piece of sound コーネリアスのサウンドプログラマー三島豊明が毎週あるお題をもとにサウンドロゴを作ります今日のお題はバンド名のイエスでは聞いてみましょう 三島さん、はい、えっ、ー、とねこれ変拍子とテンポチェンジがあってめっちゃ難しいんですここ P すんのはい私はイエスファンを13歳ぐらいのとこでやってるんですけど素晴らしいですね今まで247回やった中で一番好きありがとうございますいやでもこれ真面目な話ですけどイエスっていうバンドの代表曲としてこれを持ってくる人はほとんどいないと思うんですけどねいや僕はこれ大好きなんですけど <laughs> だって普通はあの「じゃんじゃ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 」っていうあのあオーケーヒットのやつですねそうそうアメリカで1位になって唯一の曲なんですがあれかまあせいぜい「ラウンドアバウト」かっていう感じなんですこれなんんんででこれを選んだんですか,いやんか難しいのがが作るのの好き難しいのも好きなんですけども <laughs> なんか映画の影響とか CM とかに使われてたりするのですごい印象的だったんですよ1944、うん、年10月25日はイエスの創設メンバーボーカリストのジョン・アンダーソン誕生日。 Village ッジピープル1979年の楽曲 YMCA これは牧村さん選曲はいあの79年ってこの曲を書ければ79年っていうのがなかなかなん大変じゃないですね。えー、ただ、うん ディスコっていうのがそれまでこうどちらかというと裏街道を歩んできたのに、79年はもう表テ街道、うんうん、ヒット曲の中にもディスコサウンドっていうのは相当入ってきてうん、うん、その中でやはり、うん、代表曲選ぶとしたらこれは入るかなと思ったんです。あのサブカルチャーだったんですよねそのディスコって、はい、サターデーナイトフィーバーって英語もそういう扱いでしたし、でその頃からビージーズとか。 あんまり黒っぽくない、えー、とディスコサウンドみたいのが流行りだして「はい、でビレッジ・ピープル」はもう一つの全然別のサブカルチャーゲイカルチャーをネタに持ってきてそ,う、ね、それがこう表に出てきたっていう意味でも、まあ、社会現象として面白かった。イ、はい、エローーマジックオーケストラ1978年のアルバム「イエロー・マジック・オーケストラ」から「ファイア・クラッカー」これは牧野さんの選曲。はい、実は 今日七十九年をやってるということは、次週からの特集のイントロですね。そうです。うん、ゲストもお呼びしてます。はい。スペシャルなゲストは高野宏さん、まあ、Y. M. O. とも関わりの深い方ですけども、高野さんご自身の音楽、それから Y. M. O.、それから最近のイエローマジックチルドレンのお話までしていただきます。はい はい、えー、今日は1979年をテーマにやってきましたがまあ音楽と時代の関係みたいなのがこの番組のテーマだと思うんですけど、はい、この時代 YMO とすごく関係のある技術が出てきた時なんですね<え>1977年に MC8 というデジタルシークエンサーが出てきて、ね、これなかったらあれもないですもんね。えーえー、そして1978年にはシンセサイザーのプロフェッイ5。 これもまあタモツさんの代名詞的な音色を作った。ね、はい。なんかこれはやっぱり技術と音楽の関係っていう意味で1979年って必然性があったような気がしますね。やはり今からこう遡るとすべての辻褄が合っているっていうのはよくわかりますね。うんうんうん、でこのファイアクラッカーは、えー、その前にちょっとした曲が入っててそれがコンピューターゲームっていう。です。78年にはスペースインベーダーがタイトしました。はい。 ミュージックイズミュージックがオンラインサロンを作りましたミュージックイズミュージックサロン通称ミムサロンは牧村健一を中心とする会員制のグループですオンラインでオフラインで私たちと一緒に音楽を楽しみ新しい才能を世に送り出しませんか詳しくはハッシュタグカタカナのミムサロンハッシュタグカタカナのミムサロンで検索してみてください来週もお楽しみにミュージックイズミュージック増山こもでした牧村健一でした三島豊明でした Twitter、Facebook のハッシュタグは「#musicismusic」ウェブサイトは musicismusic.jp 番組へのメッセージは min.infm.jp までお寄せください。